はい、どうも。今日は、なんかわからんけど一人で喋ります。なんかわからんねんけど。なんかわからん言うたけども、一応理由としてはですね、最近、毎日、一応投稿してるんですね。なんか、今やる気が出とんかわからんけど。なんか、毎日投稿できてるので、なんか、このまま続けていこうかなと。めっちゃなんか言うとんな。なので、まあ、ちょっと、ネタも思いつかんっていうか、今動画を撮るテンションじゃなかったんよ。けどまあ、とりあえず、なんかあげないとと思って、毎日投稿をちょっとやりたいとは思ったんやけども。一応、だから、ね、だからまあ撮ってます。はい。多分カットも何もなしやから、多分、俺めっちゃ詰まっとうし、今でさえグダグダ。やけどまあ、喋っていきたいと思います。はい。まあ、最近ね、なんか、精神面がね、鍛えられていくね。多分鍛えられとんじゃないかわからんけど、まあ、ね、ちょっとずつ強くなっとんかなと思います。はい。わからんけど、わからん、ほんまにわからんけど、まあ、強くなっとったらいいなっていうね。今の状況で、みたいな。いや、てか、ほんまに、ちょっと最近なんか、マイナスなことが多いですね。いや、たまにプラスなこともパーンと来たりはするんですけど、マイナスなことがちょっと続いていてですね。まあ、なんかね、散髪行ったら、失敗して、失敗して、なんやこれ、めっちゃ恥ずかしい髪型やんと思った。もう今はもう、慣れたっていうか、まあいいや。めんどくせえ。ってなったけど。まあ、ちょっとあんま外歩きたくない。で、まあ、他にね、なんか、横通ったら、おばあちゃんに、くるくるパーっていう仕草をされて、みたいな。まあ、いろいろあったんですよ。おばあちゃんの話しますか？そのおばあちゃん。自転車こう入れて、まあ、細い道やったんですよ。細い道やって、ああ、なんや、細い道や、と思って。で、前からちょっと自転車がね、2台並んできとったんで、まあ、俺、後ろ誰もおらんし、まあ、どっちみち待てばいいかな、と思って。まあ、そんな急いどうこともないし、と思って、ちょっと横に寄って、まあ、通れるぐらいに、で止まってちょっと待っとったんよ。通ってください、みたいな感じでね。で、まあ、おばあちゃん、が前をってその後ろにちょっと若めの男の人がおってパーって通り過ぎていくなーってそうさーって見とったらおばあちゃんの方がですねなんかもう仕草でですけどねくるくるパーってしてきたんですよ。なんやねんはみたいなめっちゃ腹立ったでほんまに。いや、もうおばあちゃんじゃなかったら後ろからこついとったんやんな。ほんまに。それか、おい、待てやって言っとったと思う。めっちゃ腹立ってな。やばかったね。ほんまに、イライラしながら家帰ったもん。いや、ほんまになやばい？お前の方がやろ、思いながら。まあ、頭のおかしい人なんでね、多分。まあ、ね。まあ、気にしない。まあ、気にしない無理ないけど。俺の性格上なんか無理ないけど。まあまあ、気にしないってことにしようかな、と思いましたね、おばあちゃん。はい。まあ、次やったら覚えとけよ。はい。パワーでした。はい、そんなクソパワーでした。ほんまに。そんな感じかな。おばあちゃんの話。まあ、話すネタも何も覚えてないっていうか、まあ、決めてないよな。もう、こっからネタなしよ。ネタなしでございます。せいでございます。いや、もう、わけわからん。もうネタなさすぎて、こんなこと言ってるけど。何喋ったらいいでしょうね。もう、ネガティブの雑談とかやったらね、もう、放置しとくけどね、こういう場合は。もう、喋ることないな。あ、絶対あかんないけどね、ほんまに。まあ、なんか喋りますか。とりあえず、最近の
マイナスなことは、そんな感じかな。他あったっけな、何もなかったと思う。うん。で、まあ、プラスにはあったんやと思うけどな、細かいことはあった。うん。まあ、言えへん大きなこともあるけども。まあ、細かいことはいろいろありますけど。まあ、言える範囲はこれぐらい。で、まあ、良かったこと。好きな歌手ではないんやけど、その人がな曲を出したってことですね。もう良かった。もう、ほんまに、もうなんか、パッと、ふわーっと、ふわーっとした。そこだけ、ああ、マジか。こんな時に俺に元気を与えてくれて、ってなったね。うん。元気になりました、ほんまに。ありがとうやで、ほんまに。感謝を述べたい。述べたよ。はい。いや、もうまとまりほんまないな。うん。多分、これはどんな感じで動画になったんやろな。こんなのがラジオ、かっこ、一人、みたいなとかな。どうなんやろな。どうなんかわからんけど、はい。じゃあ、ちょっと、あれですね。動画について喋っていきますか。私たちの動画について。まあ、ダントツでやっぱ再生回数多いのは、どんどんエロゲー化するんですけどってやつですね。いやー、すごいですね。すごいですよ。3500回。約。すごいですね。そいつだけぶっちぎりで4桁やねんな。他にも伸びてほしいんですけどね。まあ、おすすめで言うと、やっぱり、3人でやったホラーゲーですかね。面白いっすよ。俺は個人的には面白かった。ずっと笑っとったね。ずっと笑っとった、ほんまに。てか、まあ、メイド彼女がめっちゃ伸びとるね。うん。メイド彼女だけなんか、すごいわ。なんか、レベルが違う。再生回数のレベルが違う、ほんまに。うん。で、星の門もね、まあまあ、見られとったりですね。この時の俺のね、ほんまに、喋りがね、やばい、ほんまに恥ずかしい、ちょっと。読むのな、今より下手くそやで、今でさえ下手くそやのにさ、その時はもうほんまに下手くそやで。なんやろって思うよね。で、まあ、COD のね、ゾンビとかも、それとかも、まあ、ちょっと伸び、ちょっと見られと、みたいな。まあ、俺らの中やったら、50回ぐらい行けばもう伸びとやからね。いやー、レベルが低すぎるね、本当に。何をしてほしいとかないかな、ほんまに。何が伸びるんやろ。やっぱ鬼滅とかは伸びますね。鬼滅とかは伸びてますね。まあ、やっぱり1話ね、が一番伸びるって傾向はやっぱりあります。はい。そっから見るんやろね、みんなね。1話ってね、俺の動画の第1話、シャープ1。やめた方がいい。1から見たら思んないと思う。でもどっから見ても思んないかもしれんけど、1が一番、たどたどしいというか。うん。最近やとね、意外と、まあ、普通ぐらいになっとうかもしれんけど。まあ昔のやと、本当にひどいね。恥ずかしい。もう本当に恥ずかしいです。本当に恥ずかしいです、本当に。なんだろうね。恥ずかしいですよ。あんだけただ楽しかったのに、今は、こんだけ、よくか、ねえって感じだと。はい。まあ、そんな感じかな、動画については。まあ、一人やけど質問リスト見てみますか。ね、うん。行きます。ディズニー行きたい。いや、行けよ。いや、行けよ。いや、もしね、自分に彼女に言われてとかね、好きな人に言われてとかになったら、うん。
俺も行きたい、まあ君とならどこでも行きたいんだけどってなるんやけど、まあ、あの交換は絶対言わんけどディズニー行きたい、知らんがな、行けよ、なんなん行けばいいやん、何やねんその質問。あ、今一番来たあかんやつ、元気、元気やけども体元気、精神の元気、イエス、はい、下手に英語使おうとしたからやで、ほんまどうやろね、本当にもう元気なんかを元気の逆って何やったっけ、あれもうちょっと頭さえ回らへん、なんやろねはい、まあ、結論としては体は元気、中身なんかコナンみたいになってます中身は子供、違う、中身は大人やな、うん、逆やったみたいなと、精神って言ったらね、冷たとか言われたらね、腹立つね、高校生とかみんなそうやね、うん、みんなそう、大体下痛いつなげたら、みんなそう、俺もそうはい、精神は不元気、お、ちゃんと不元気でいいやもん。わかんねえから不元気でいいや。はい。他の質問行きましょう。過去の恋愛話をしてください。前しましたね。うん。前言うてもあれやわ。まだできないわ。ラジオのね、次出るやつ ?12 回。多分話すと思う、うん、しましたね、うん、はい、こんな感じです。好きな人に言いたいことどうぞ、俺を見てくれ何やこれ、よし終わりや最後にそういう系持ってくるか、まあそうやね、俺だけを見てくださいと言いたいですね。なんか恥ずかしいやつやねこれね、これ痛いやつやで、ほんまに言ったら、ね、目の前で言う人おるかな、俺だけを見ろ、はず、絶対はずいやん、想像しただけでもうやばいやんうん、まあけど、そうやね、心の中では思うよね、俺だけを見てほしいなとは、うん、それかもうちょっと俺をね、順位の上の方に置いてくれっていう思いますね。はい、ということで終わりたいと思います。ではでは、なんか変な雑談やったけども、変な雑談、うん、まあはい、終わりたいと思います。ミニラジオでした。ではさようなら。